キーボードは板が短い分取り回しがしやすいので非常に楽しく遊べますが、もっと楽しく遊ぶためにまずは滑ることから学んでみましょう。滑りのテクニックではカービングというスタイルがあります。カービングを覚えることでスムーズなターン操作ができ、ゲレンデをかっこよく滑走できるようになります。よく見て練習に取り組みましょう。まずはじめに広いスタンスでカービング感覚を養います。スタンスを大きく取り、両手を膝に当て外足を立てるようにターンを行います。外足の膝を内側に入れることでエッジが立ち、ズレの少ないターンができます。内側に入れていた膝を解放し切り替えます。次に外側の板を立て始めます。この時外足を押すというよりは立てた板を雪面に押さえつけるようにターンをしましょう。外足のターン感覚は両足を閉じてカービングする感覚と同じです。外足の動作をよく見て練習しましょう。両足を広げたオープンスタンスでのカービング感覚を覚えたら、スタンスを少しだけ狭くして同じ動作を行います。徐々にスタンスを狭めながら両足を閉じるターンに結びつけていきましょう。ここではカービングしている時の運動を理解しましょう。ここをターンのスタートとします。この部分からターンを仕上げ切り替える準備を行います。このポジションでは両足均等に荷重しています。次にターン前半の雪面のトライをしっかり行い、外足には急激に荷重をしてはいけません。急激に荷重をすると板がずれてしまったり内側に体が倒れてしまいます。体を内側に倒しても体重を内足に乗せすぎないようにしましょう。ここで外足に一番力が入っています。雪面に板を押さえつける力も最大です。そして残りのターンを仕上げながら徐々に力を抜いていき、切り替えのポジションに持っていきます。立ち上がる準備をこの後行います。切り替えのポジションに戻ったら滑る方向をしっかり見て次のターンに入りましょう。リズムが速くて小さいショートカービングターンを紹介します。小さなターン弧でもカービングなのでズレの少ないターンを目指しましょう。ターンをいきなり小さくしすぎると難しいので徐々に小さくしていきます。慣れてきたらどこまでターンが小さくできるか挑戦してみましょう。小回りもしっかりできるようになればパークなどで着地した後の処理にも役に立ちます。
ぜひ小回りも練習しましょう。カービングを覚えるのにこれが正解だという決まりはありません。人によってカービングのスタイルは違うので、あまりこだわりを持たずに練習しましょう。